今日は後ろの顔に一つ顔が増えるかもしれません。プレイ864連自動かまど製、うん、燃やしまくってました。木を見た目はまっすぐじゃなくても当たり判定は。はい、どうも皆さん、マギリーでございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。ははね、ちょっとまあ日曜日ということもあるので、前回はあっちの方でねやらせていただきましたが、今回ねこちらの方でですね、ある方に来ていただいております。私のねチャンネルを昔からねご覧いただいている方ならよく知っている方であり、最近じゃあ非常に人気のマインクラフトサバイバル実況をされていたりということで、ご登場願いましょう。どうぞ。おー、どうもどうも、かけるしでーす。いらっしゃいませー、イエーイ。マルチなメンバーもそろそろね来てくれてもいいなとは思っていたのでいいタイミングだったんじゃないかということで、私もやっぱり一人でここやっていくのはちょっと疲れてきたんでね、もう正直。でもかけるしも今や本当に、先ほども言いましたけど、サバイバルバッチリ実況されてるんで、なんか勝手に伸びちゃった感じですけど、うん、伸びる要素はあったわけですよ。かけるしなんですが、知らない人のためにちょっと軽くご説明させていただきますと、うちにコメントをくれていて、アドバイスくれていた中の一人だったんですよ。私がね赤石機構に悩んでたらこうやった方がいいですよみたいな感じで、なんか直接やり取りするようになって、で私がなんかマルチで誰かいねえかなって時に声をかけさせていただいたら来てくれたみたいな感じのかけ人でございます。です、ね、よろしくお願いします。お願いします。は、ね、それでは本日もやってまいります。ショータイム。あのね、今日はかける氏が来てくれるということで、どうせだったら後ろにあった顔作ってもらおうかって思ってたんですが、なんかかける氏がどうやら今日はなんか考えてることがあるということで、はい、そちらちょっとお伺いしてもいいですか。先じゃあちょっとその場所近くなんでちょっと行きましょうか。俺のこと知ってる人ならもう俺といえばあの装置でしょみたいなところはあると思うんですけど、はいはいはい、かまど精錬機のことですね、うんうん。まあこれはとりあえずかまどの精錬機の方は特に見てて問題はないんですけど、まあやっぱ一番は何回か改良でもされてた燃料補給ですよね。なので一応今回は俺のことを知っているならもうあの動画も知ってるであろう864連自動かまど精錬機、あいつの心臓と言えるであろう燃料補給機構をこのまま作っちゃおうかと。864連用ですからね、間違いないわな。相当な量を一気に流せるんで、まだ意図的にそのワールド配布とかもしてないんですけど、まあ今回は特別にそのエンジン部分を作っちゃおうかなと。ここに、あら大人気あれの、はい、そうですね。ちょっと見てもうね我慢できなくなっちゃって。ああ、木炭まだでも全部に配りきれてないのよ、なくて。ああ、なるほど。一応かまどの方は全部ここまでは入ってる感じか、うん、燃やしまくってました木を。なんとかなりそうですか。もうとりあえず一応接続もやっちゃおうかなって。なるほど。よかったら木炭に変えてからもう直接この機械で取れた木を小型のかまどの方に入れて木炭に変えてこっちに流すと、うんうん、自動的にややこしくねそれ。本当できんのそんなこと。あ、まあそれは簡単なんで、とりあえず第一優先はエンジンを完成させて使える状態にすると。ではやりますか。やりましょうか。赤石は意外とそこまでいらなくて、まあやっぱ重要なのはホッパーらへんですね。なんか必要なやつ言ってください。コンパレーターが足りないかな、ちょっと。 あとリピーターも心もとないですね。ホッパーは見た感じなんか3スタック近く使いそうな見た目。オッケーオッケーオッケー。1,2,3,4,5,6。ほら、あと氷塊とかあります？製氷があるぜ。おう、まあ製氷でも大丈夫ですね、溶けなければいいんで。じゃあまずは潰すとこかな。そうですね、この竹も移動させたいですね。これだけでもね相当なね速度ですから。ですね、まあでもちょっと手動っていうのと、うん、あと明らかに少ない蓄積。そうね、でチェスト1個だけだもんね、置いとけるのが。そうですね、もうそれ1個分しかできないし、ね、864連の方は記憶通りでは56ラージチェスト分のそのぐらいの蓄積ができるんで大好きですけど自分ではねやっぱね作れないですね。かける氏はね脳がねプログラマー寄りというかね理系っていうの。あ、まあ理系ですね。見よっか。あ、拾えねえや。よいしょ、ドン引きだ。間に合わんかったおやおやす。じゃあ一人が上で竹ポイポイやって一人が下で受け取るってな感じでやった方がいいかな。任せろ。じゃあ潰すをやるわ上で。お、てかクリーパーいる。マジか。あっちに。そういえばマグニーさんはクロスボウだったか。クロスボウ全ロスしてね。ああ、断然弓派。
あー怖え。うわお。あー、エンティティ1000超えてますね。見たら負けやな。見たら終わり。このオブザーバーはどういう？そいつはね、ここの燃料が満タンになったのを感知する感じ。ここの。ああ、なるほど。じゃあとりあえずこれも一回壊しちゃいましょう。はい、邪魔なんで。で寝よう。寝よう。こんな感じか。ここをずらーってちょっと、まあここにね下向きドロッパーが一気にずらーって並んで、ここを流れてって、でこんな風に行く感じなんで。ほうほうほう。今思ったけどこれね、普通に設置するんじゃ上向きになっちゃいますね、うん、2つ上に置かんといかんね。あれ使えるかな。できた。あ、できてる。できたね。どうやった。これもタイミングです。ゲーム内チック、これも利用してて、これを今上向いてるじゃないですか俺で、今プレイヤー上向いてますよっていうのをマイクラ情報保持してると。でこれを一気にマウスをフッて下にやって、うん、同じチック内ブロック設置に設置成功すると上向いたまんまっていうのが保持されて、ドロッパーとかピストンとかが上を向いた状態で設置される。これはぜひ覚えてほしい技です。さっ、うわーダメか。タイミングなのね。そうですね。これもう俺もクリエイティブで何回か練習したんで。あっ、横向きになった。すげー、横になった。むずいね。遅い。まあ遅いんでしょうね、できてないってことは。秒数とかないし、分からんし。分からないですけど大抵当たります。もう一気にサッてやっちゃえば。うわ横ですわ。ちょっと先生やっちゃってやってくださいよ。いけてるね。向いた。1ハーフみたいな模様がなければ成功してるってことだし。すげえな、確率高いよな。クリエイティブでちょっと練習すれば割とできますよ、縦は。だこれもうマスターすればもうオブザーバーとか特にめんどくさいですから、向き。鬱陶しいよな。これは極端に DPI マウスの上げた方が成功するかもしれない。で、あとはまあワールドが重いとなりやすいですね。なんでちなみにこれはね、あの階段とか、階段とかもなんかドロッパーみたいな感じに向きあるじゃないですか。階段とかは接地面依存なんで、これは使えないんですよ、ね、だ基本的にはまあ職業ブロックルーらへんとか。諦めし。まあエリトラあるんだったらそっちの方が楽か。これで30ですね。レッドストーンパウダーの長さちょうどなんで、これに両サイドからまあレッドストーン信号を送ってやれば一気に30個カチ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 できるんで。じゃあマグニさん、そっから多分ここが狙えると思うんで、この側面がギリチョンっていう感じで、これは横向きで大丈夫なんで、これで前面にホッパーをぶっ刺す、上から隣もね、はい、全部で、これでこう設置。あ、なるほど、 OK。でもう一回ホッパー積みましょう、縦差しで。うわ、ここを置いたんで、ここにつながるようにぐるーっと一周する感じ、こうやってつなげてって、で最終的にはこうぐるーっと返ってきて、まあ、こことつながって一周する感じ、うん、これなら手前のチェストが埋まっても他のチェストに流れてってくれるんで、うん。今度はホッパートロッコですね。線路がいる。線路自体はね、ホッパートロッコを設置するためだけにいるんで。じゃあやっぱりあの高速ゴミ箱の原理だね。一応まあ結局はね、まあ4つのホッパーに干渉すればいいんですけど、それだけじゃなく、そのホッパーに直接あの流れるアイテム、まあ燃料アイテムを吸わせないといけない位置にもしないといけないんで、多分こうかな。これでググッと潰して、まあこうですかね。ここの外側のホッパーの上を燃料アイテムが通っていく感じになるんで、外側にホッパートロッコを寄らせないといけない。で4つにも干渉させないといけない。そうですね。ゆえのこの位置、はい、こういう変なフェンスの置き方で、それぞれにやっていくわけですね。はい。でちなみにね、なんかコメント欄で指摘してる人いましたけど、ホッパートロッコ今斜めじゃないですか、うん、斜めに見えるじゃないですか、うんうんうん、これあの X3B で見れば分かりますけど、当たり判定はまっすぐなんですよね。だからまっすぐにした方がいいですよみたいなコメントを見かけたんですけど、別にあの見た目はまっすぐじゃなくても当たり判定はもうまっすぐなんで大丈夫です、うん、ということです。皆さんよろしくお願いします。じゃフェンス置いていこうか。最後はこれ15ブロック奇数なんで、最後だけ合わないんですけど、まあ最後はもう4つホッパーじゃなくて、もうここを2つに干渉するだけのトロッコ、うん、
ロッコ一個手前まで、そのフェンスの置き方で。まあここですね。であとはここの手前にガラスを設置して、あとは動力をやればこいつが埋め込まれるんで、まあこれを全面ですね、とりあえず。これも設置したから、じゃあホッパーやりましょうか。こうして潰して押し込んで、で最後はここ2つにフェンスですね。で同じようにこっち向きに、うん、こう向きに、そうトロッコを乗せると、で壊さずに押し込むと、うんうんうん、でこの状態で線路を壊すと、これで全部設置ができた。なるほど、お疲れ様でーす。はい、であとはフェンス壊して、斧は私が持ってるので壊してまいりますね、私が。 OK、 あとはガラスと氷塊ですかね。とりあえず氷塊の場所だけ俺が置いちゃうか。7ここと、お1個開けてここか。あとはもうガラス、あと全部ガラス、あとはもうガラスです。中も全部ですよ。中もか、 OK、 やっちまったあとはレッドストーンブロックでピストン押してやると。人力でピョン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 やる感じだね、はい、押しちゃうよ。じゃあはい、どうぞ。これで今何個動いたん？隣同士の3つですね。何回押してもいい？別にいいのね。端っこにババババババってやっていけばね、隣もなるんで。あ、なるほどなるほど。はい、そう、そういうことね。そうですね。すげえな、何でも進む道ができたわけね。そうですね、これすごいよな。もうこれなら上歩いても横歩いても干渉はしないんで安心ですね。すごいな、よく寝た。はあ、よく寝た。というわけでね、皆さん、かける氏の凄さが分かる動画が実はあるのよ。マグからシーズン1の 500? もう500でピンときました、うん、あれはもう初業がちょっとよく分からんことになってて、ちょっとリンク貼っとくんで、そちらもぜひご覧いただければ彼のことをより深く理解できるのではないかと思います。そうですね。そして、はい、彼のチャンネルも見に行ってください。よろしくお願いいたしますというわけでね、ちょっとねあまりにもこうすごい内容になったんで、次回の動画で続きお届けしたいと思います。よろしくお願いします、はい、それではかける氏、今日はありがとう。はい、いえいえ、続き次の動画でよろしくね。はい、よろしくお願いします、はい、それでは皆さん、どういうオチにしようかな。これは、あれがね、ほな。